曲セレブレート with you です。アルミア管弦楽団の皆さんによるベルリオーズ作曲ローマの三部作をお聴きいただきました。私も今回こうした佐賀県とのご縁をいただきまして、ここに立たせていただいていることを本当に嬉しく思っているんですけれども、この佐賀アリーナ、先ほど山口知事からもありましたが、とても作りがですね珍しいというのもあるんですけれども、来年開催されます佐賀2024国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会のメイン会場として、その国スポ閉会式ですとか一部競技の開催が予定されています。佐賀2024では国民体育大会から国民スポーツ大会へと名称を変える最初の大会になるんですね。そんな節目の大会がここも関わってくるということになります。この大会ではスポーツをする、見る、支えるの全ての人にスポーツの力を届ける新しい大会を目指しています。音楽とスポーツ両輪かなと思うんですけれども、やはり街でそういうものが実際に楽しめる場所があるというのは本当にかけがえのないものだなと私も常々思います。佐賀2024の機運を高めて、さまざまなスポーツシーンでエールを届けるために作られたのがイメージソングのバトンズです。佐賀県唐津市出身の鷲尾玲奈さんが歌うこのバトンズという曲なんですけど、最近多く耳にするようになってきたかなとも思います。本日はですね、この日のために特別にオーケストラバージョンにアレンジしていただきました。鷲尾さんのバトンズとはまた違ったイメージのオーケストラバージョン、来年の大会を目指すアスリートたちの映像とともにお楽しみいただきたいと思います。それでは指揮の奥原光明先生、そしてアルモニア管弦楽団の皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。Thank you.
市バレエ学園の皆さんです。続いて野村バレエの皆さんです。続いて福岡金子バレエ研究所の皆さんです。続いてはなおバレエスタジオの皆さんです。エンジェルバレエクラブの皆さんです。そして野村バレエアカデミー佐賀西部教室の皆さんです。そのお隣、秋穂バレエスクールの皆さんです。続いて志賀達子バレエスタジオの皆さんです。そして佐賀バレエスクールの皆さんです。それは DMAK バレエクラスの皆さんです。アルモニア管弦楽団の皆さんでした。もう一度大きな拍手をお願いします。フィンランドから駆けつけてくれてすごい、ありがとうございます。
デンマークの岡部さんに出身で間違いなく世界屈指のバルーンなので間違いないの。せっかくなんで一言伺いましょうか。こんにちは。
会場の皆さんもぜひ一緒にお願いいたします。では山口、はい、じゃあ皆さん手をここに上げてください。じゃあ行きますよ、本番の一発でいきましょう。一発で行きますよ。Thank you.